名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大勢のお客さんが詰めかけています。小宮山さん、このファンの歓声というのは試合中でも聞こえるものなんですか？割と冷静に投げてる時はしっかりと耳には届いてましたね。そのファンの声援を受けて今試合がスタートしています。さあ先制のランナーが一塁です。バッターボックスには強打、送るのであればきっちり決められる選手ではありますね。なるほど、そうですか。打った、この当たりはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ドラゴンズ1点を先制しました。右中間へのタイムリーヒット1対0ドラゴンズ。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でというそういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。皆様、本日は最後までご観戦ご声援いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物などございませんようお気をつけてお帰りください。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。